こいつは眩しいな。これは眩しい。サングラスをかければよかったな。めっちゃ眩しいな。お疲れ様です。パパ先生です。今は何時ぐらいだ ?7時40分、夜の7時40分ぐらいですね。ちょうど仕事終わりまして、まだこの時期日が長いんで明るい時間がしばらく続きますから、ちょこっと海の方なんか行ってみようかなっていう、そういう考え方でおります。よろしくお願いします。ここのとこ天気がいいんで大勢街に出てますね。パイプだ。渋滞がひどくなったとは聞いてたけど、本当にひどいな、これ。全然行けないじゃない。ひどいな。これ通れなくなっちゃうのかな。だとして
から嫌だな。お、あ、でももう7時過ぎてるから大丈夫だ。よかった。あ、タンデムいいっすね。タンデムいいな。こんなん絶対楽しいでしょ。てかプロテクター女性はつけてないな。ちょっと怖いよなこれな。そうかそうか。でも運転が非常におとなしいですね。やっぱり誰か乗せて、子供？いやこれ子供かもしんないね。ああ子供かもしれないなこれ。それでゆっくりなのかもしんないな。俺もついてこ。まあこう、こうバスやらタクシーやら多いと、まあ、景色見せらんないよな。もうしょうがないよなこれはな。また違う時に改めて来ようと思います。おそらくはアイルランドで一番有名な橋。今日はこれからあっちの方行って、そこからあの海岸線に行って、もう一つ、ちょっと面白い橋があるんで、それを見に行ってみようかなと思います。そうですね、自転車でも行ける距離ですし、まあアイルランド来たならっていうか、ダブリンしばらくいるならまあ行っても損はない素敵なところなんで、ちょっと紹介してみたいなと思います。とか言っときながら名前は何も知らないんだよな。いいとこだよってのだけしか知らない。いいとこだよってのは知ってるんですけど、なんていうんですか、ちょっと味のある立教、鉄って感じですけどね。自信がないからこれでいいんだろうな、鉄って感じですけど、これがダブリン近辺の、町をつなぐアイルランドの江ノ電ダートでございます。ダートってなんだっけな、ダブリンエリア、あれラピッドトランスポーテーションだったかな、違ったかな。逆にあのこの右側に見えてるこいつ、これもあの鉄道なんですけど、こっちはあのどっちかというと、この辺だけじゃなくて国中に繋がってるアイリッシュレイルですね。アイリッシュレイルになります。日本はあの鉄道網がやっぱりすごく優秀で、特にね東京みたいな大都市になると、東京大阪札幌みたいな大都市になると、まあ地下鉄はあるわ上はあるわで、もうどこもかしこもが電車で繋がってるっていう感じですけど、
こっちはどっちかっていうと、なんて言ったらいいのかな、要所要所に駅があって、で1本しか電車ない、で残りは全部バスですみたいな、そういう街が結構多いような気がします。ロンドンとかパリとかああいうバカでっかいところはまあともかくとして、例えばダブリンだと、そうですね、駅っつったらまああそこで、まあ北行くか南行くか、でもうちょっと近場で、でもとてもじゃないけど歩ける距離じゃないよっていう街をつないでるのがさっき言ったダードで、さらにこう狭い距離、日本でいうとこの山手線ぐらいの距離をこう山手線の駅間距離みたいなのをつないでるのは、まあみんなバスという感じですね。なんでやっぱり車ないとちょっと厳しいかな。あちこち行ってみたいなと思うとやっぱ車はどうしても、必要だと思います。なんでもしアイルランドにご旅行に来る方、まあイギリスもそうですけど、いらっしゃいましたら、国際免許証を取得してこっちでレンタカー借りることをめちゃくちゃおすすめします。基本的に道路のルールは日本と全く一緒なんで、はっきり言って僕の時も初日から運転に困るなんてことなかったから、ちょっとドキドキはしますけどね、海外ですからね、ちょっとドキドキはしますけど、でも、怖いことは全くない。信号はもちろん赤を黄色だし一方通行の表示も大体一緒、こういう進入禁止のマークも大体一緒ですし、何よりイギリスアイルランドは左側通行ですんで、ね、右側じゃないんですよ、日本と一緒なんですよ。だからはっきり言って国際免許を取得して旅行中の間免許センターで、ほんでこっち来たらレンタカー借りて移動するのが俺は一番いいと思います。はっきり言って一番いいと思います。もうほとんど散っちゃったよ。あ、みんな散ってしまった。ついこの間来た時は見えるかな、茶色いの全部水仙で、水仙の花でいっぱいだったんですけど、みんな散ってしまいましたね。そうか、来たの本当数日前だと思うんだけどな。車だな、早い早い。あ、こっちは残ってる。やったやった。こっちは残ってますね、水仙がたくさん。でも散ってるのも多いな。あ、やっぱりほとんど散っちゃってるか。ね、無理やりズームすればなんとか水仙だって分かるぐらいには映んないかしら。ダメかしら、ダメかしら、どうだろう。